今日はレイカーズを慰めたいやっていきたいと思います。皆さんももうご存知の通りレイカーズが2連敗してしまいました。20点差前半で3ピリ途中でつけたのにそれを全部逆転されてしまったということで、まあ、正直今シーズン一番絶望した試合だったのかなという気がしますが、まあ、その話でもちょっとしようかなと思います。勝てないね。なんかいろいろと感情が揺さぶられる試合で、俺ももう一回全部見返していろいろ思うところもあったんだけど、最大の敗因は何なんだろうなっていう、みんなは試合見ててここが一番良くなかったんじゃないみたいなのがもしあればぜひシェアしていただければと思います。ウルブズに託すって、まあちょっとねまだサンズを倒せるかどうかっていうところだけど、まあ、今日の試合でレイカーズは10連敗ナゲッツ相手にということで、まあ、完全に天敵となっておりますが、ただ一個、まあ、あまり救いにはならない慰め方を一つすると、ナゲッツとウルブズが、去年プレーオフで戦ったわけだよね。で、まあ、ウルブズも4勝1敗で、まあ、ボコボコにされたんだけど、ただ試合を重ねるごとにウルブズはすごいナゲッツ相手に戦えるようになってたよね。で今回もゲーム1よりもゲーム2の方がいい試合してるじゃん。で俺ワンチャンナゲッツって、まあ、優勝したからあれなんだけど、なんかある種の過大評価されてる説個人的にあって、なんかマイク・マローンすごい優秀だと思うんだよね。けどめちゃくちゃ手札が多いヘッドコーチかって言われたら、なんか別にそういうところを売りにしてるようなヘッドコーチでもないような気がしてて、なんかね去年のウルブズもナゲッツ手札そこまであったように感じなかったんよ。どっちかっていうともう先に出し切っちゃったのがマイク・マローンで、それに徐々にクリス・フィンチがアジャストしてて、マンパワー対決に最終的になって、まあ、結果的にチームの成熟度とか、まあ、ウルブズはねマクダニとかナズリードがなぜか、ね、プレーオフでいなくなってしまったみたいなね、まあ、ハプニングもあってっていうので、まあ、正直そういうのがなければワンチャンウルブズ去年投げ作ってた可能性もなきにしもあらずみたいなとこあって、まあそれが慰めになってるか分からんけど、ゲーム3ゲーム4ゲーム5ゲーム6ゲーム7って試合を重ねるごとに徐々にレイカーズが有利になっていくんじゃないかなとか思ったりもするんだよね。ただそこのなんだろう手札の多さを売りにしてないっていうのはマイク・マローンがそこを用意できないからとかいうわけじゃなくて、一つ一つのアクションとその質が異常に高いからそんなに手札を多くする必要がないよねっていう意味でマイク・マローンってそんなにこういろんなことを事細かにするようなタイプには見えないっていう。だから当然その一つ一つに対してもう完全に殴り負けてしまうともうなすすべがないっていうのはまあ間違いなくあると思うけど、ただ一つの相手の長所に対して、まあ、互角以上に戦えれる力がもし仮にあるんであれば、わりかしマイク・マローンはそんななんかじゃあなんかとんでもない奇襲戦法を仕掛けてみたいなのはなんかやらない印象が俺はすごいあって、だからこういうのってやっぱ慣れっていうのもあるじゃん。選手たちがヨキッチに慣れてくる。例えばドンチッチとかのあのこう独特なステップ緩急って当然止めづらいんだけど、ただ毎日ドンチッチと戦ってれば選手たちも慣れが起きてきて徐々にドンチッチに対しても守れてくるみたいなのがあると思ってて、だそれもヨキッチに対して通ずる部分あるんかなっていう。なんかこう身体能力が高くない選手ってやっぱ独特ななんかそのリズム感とかで相手と戦うじゃんね。だから当然急にそういう選手と戦うとなんだこいつみたいなんで止めづらいっていうのはあるんだけど、もう毎日やってれば癖とかもある程度、まあ、当然ヨキッチレベルでも癖は絶対あるから、まあ、それに徐々にこう慣れてくればやっぱり試合重ねるごとにレイカーズがわりかし有利に戦えるんじゃないかなとか、まあ、ただ
その試合を重ねるごとにっていうのは当然ゲーム7までいて勝てるかどうかの話だと思うから、だからこそ今日負けちゃいけなかったっていうのはあるんだけどね。今日負けてしまうと試合を重ねないっていう一番もうね、ゲーム4ゲーム5で決着がついてしまうではなくて、その先のゲーム6ゲーム7まで行かなきゃいけないっていう意味では、やっぱ今日の試合負けたっていうのは結構絶望感あるけど、ただ身体能力めっちゃ高い選手ってどんだけ慣れてもというか、どんだけ対戦してももうスピードについていけないっていう選手にとっては何回やっても勝てない。そういう意味では身体能力ない選手の独特なあの感覚に慣れさえすればっていうのは、そういうのもあるんかなとか思ったりもするんよな。だからウルブズもなんかゲーム1の時よりもゲーム2、ゲーム2の時よりもゲーム3みたいな感じで徐々になんか、いやこれウルブズ勝てるぞみたいな手応えをすごい感じた印象がね去年あったから。あ、そうやね、ヤニスとかだからもう何回やってもなんかね関係ない気がする。だからあそこはもう戦術とかでうまく対応するしかないんだろうけど、だから今日の試合も繰り返しになるけど、ゲーム1の時よりも今日の方が手応えあったと思うし、まあ、だからこそがっかり感もすごい強かったと思うんだけど、がっかりするってことは期待できたってことだからね。だからその期待は別に今日負けたからといってゲーム3以降もなくなるわけじゃないし、逆にここまでやれたってことはゲーム3もやれるはずだから。で今度はレイカーズのホームコートっていうのもあるし、なんかゲーム3なんか一回フラットに考えてみると、いや別に全然レイカーズ勝てるなんか、うん、勝てる要素は含まれてるのかなっていうね。まあ、あとは選手たちがこのゲーム2の負けを引きずっちゃうかどうかっていうところはあるけど、まあ、レブロンに限ってそれはなさそうかなっていうところと、あとディアンジェロはなんか良くも悪くもなんかあんまり深刻に物事考えないタイプだと思うんだよね。だからなんかすごい波があってみたいな、良くも悪くもシーズン中もプレーオフもやること変わらないみたいな、ね、ただあのずぶとさっていうのは、まあ、今日負けたからといってゲーム3に響くようななんかメンタリティじゃなさそうな気もするし、で八村も八村でもう一番底辺だったと思うから、八村のそのプレーオフの歴史を見ると多分今日の試合が一番ダメだったと思うからなんか逆に開き直れるんかなとかね、まあ、今日よりダメな試合はもう なさそうというかね、今日が最低レベルだとしたらもう上がるだけだと思うから、まあ、ちょっと今無理にねレイカーズを慰めたいっていうタイトルで配信してるから、まあ、無理やりちょっとレイカーズのあのポジティブな部分というか、まあ、ポジティブに 見ようとしてるっていう感じだけど、ディアンジェロの責任感のなさは後半も感じた。いや本当にそれはそうやね、なんかまあ責任感もそうだし、なんかやっぱ IQ 実は低い説あるよね。なんだやっぱセンスでやるタイプなのかなっていう気がしてしまうけど、クリス君スパチャありがとう。なんか試合中にレブロンが笑ったりするの良くない気がする。その辺から来る緩みみたいなものがプレーオフレブロンはそこ大事な気がします。この前の試合もスクリーンでレブロンがファウルしてニヤニヤしてたし、今日もあのトリックショットの時にクールに決めてればチーム全体で緩みみたいなものがないような気が、うん、まあ、良くも悪くもあそこまで一人にね権力というかな、まああだ名がキングだからな。やっぱ良くも悪くもレブロンがいい時はチーム全体がいいし、レブロンが悪い時はもうチーム全体で悪くなるしみたいな、まあ、そのぐらいのなんだ影響力がある選手だから、まあ、一つ一つのその、まあ、笑うことが悪いことなのかとかっていうところはまあ、難しいところあるけど、まあ、レブロンの気の緩みがチームの気の緩みになるみたいなのはきっとあるんだろうね。なんか昔あの試合中にさベンチでチームメイトとさ誰だっけな、キャブズにいた時だったかな、あのあ レイカーズにいた時か、 AD と一緒にやってたんだっけな、あのペットボトルをさこう1回転か2回転させてまた元通りにポンって置けるかどうかみたいなのゲームみたいなやつをさ試合中にやってたよねそうボトルフリップしてたやつ。まあもう20年もね同じ仕事を毎日続けてるともうなんか一つ一つの試合にあまり重みを感じなくなるみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、まあ、ちょっと気になってはしまうよね、どうしても。特に負けてるとね、負けてるのになんで笑ってんのみたいな。レイカーズは、まあ、だからといって
同じやり方で戦うべきなのかっていうところもあるし、まあ、同じやり方で戦うのは仮にいいとして、でも20点差ひっくり返された事実は変わらないから、じゃあ次はどうやって20点差ひっくり返されないようにするか、まあ、そもそもゲーム3はジャマル・マレーももう少しシュート決めてくるはずだし、まあ、そうなった時にね、今日みたいに20点差でリードして終わるみたいなね展開にはならないだろうから、あとディアンジェロもね大爆発してたから、まあ、そうなるとやっぱ、まあ、同点、前半で同点もしくは、まあ、5点差以内ぐらいかな、レイカーズが有利に動くとしてもやっぱ5点差以内で前半終わって、でやっぱその5点を死守できるのか、なんなら後半でまた引き離すことができるのかっていう、結局はやっぱり3ピリの残り6分からの合計18分間、30分間はレイカーズがね全然ナゲッツに勝ってたと思うんだけど、残りの18分間でゲーム1もゲーム2も落としてるみたいなとこあるから、18分っていうのは一つテーマというかね、まあ、うまく戦わないといけないですね。であと一つ思ったのは、今日のクラッチタイムの試合運び、レブロンのプレーオフ歴の中で一番良くないクラッチタイムの過ごし方してた気がするんだよな。まあ、相手のターンオーバーから速攻でダンクかましてとかね、そういうのはあったけど、なんかハーフコートでのなんか取り組み方がすごく雑すぎて、なんかレブロンらしからぬというか、まあ、チーム全体でそうなんだけど、レブロンもレブロンでなんか体張らずにヘイヘイヘイってボールもらいに行こうとして、でもディナイされてるからもらえずにみたいなんで、ディアンジェロもリーブスも困っちゃうっていう。ザウルさんこんばんは。それはちょっとなんかレブロンっぽくなかったんだよな。今までのレブロンだったらちゃんとまずボールをもらえるような動きを必ず入れてっていうのやってたはずだけど、なんかボールもらえないからどんどんそのゴールよりも遠ざかった位置にレブロンももらいに行こうとして、でもらえないからさらにもらいに行こうとしてみたいな、なんか中学生みたいなみんなでなんかボールに寄ってたがってみたいな、まあ疲れてたのかもしれないけど、まあでもそんなん言ったらもうレイカーズ勝てるわけもないから、あ、良くない時のメッシ、まあ確かにそうなのかもしれないね。3連続リーブスで攻めたのライブの時でもおかしいって思った。そうそうそう、あれはちょっとね、まあ3連続の中の1回はねリーブスのあのタフショットでまあ得点にはなったけど、いやあの時間帯にレブロンがボール触らないって結構めちゃくちゃ問題だと思うけどな俺。だあの辺になんかディアンジェロとリーブスのやっぱポイントガードとしての能力にちょっと疑問を持ってしまうなっていう気もするし、まあレブロンもレブロンで、まあ今言ったように自分でまあボールをもらえるような動きになってなかったっていうところも問題だし、あとちょっとハムだけどさ、ハムちょっと試合中静かすぎる気がするわ。俺ハムの部分で一番自分のこうコーチ像にフィットしないのはそこかもしれん。なんかさ、もうアシスタントコーチのフィルハンディとかさの方が試合中わー言ってるし、なんならあの本当は一人しか立っちゃいけないんだけどね、試合中一人しかベンチ立っちゃいけないんだけど3人立ってるからな、レイカーズ。指示出しすぎるのも当然良くないんだけど、いやちょっとハムはあの動かなすぎな気がするね、静かすぎる気がする。まあこう全体を見なきゃいけないっていうのもあるから、基本的にヘッドコーチってあんまりこうなんかわー言えなかったりもするんよ。こうわー言う瞬間ってやっぱこうなっちゃうじゃん、一つのことしか見れなくなっちゃうから、まあ、そういうので基本的にあのヘッドコーチってやっぱ立った状態で静観するっていうのはまあ一般的ではある。ただやっぱどっかのタイミングで、てか何のために全体見てるかっつったら、あのアクシデントがあった時とか、ちょっと流れがね変わった時とか、選手の顔色とか、あ今レブロンが攻めたそうにしてるなとかさ、そういうのをこうそういうのに敏感になるために自分の気持ちを落ち着かせて一人静かに試合を見続けるっていう、そのためにリラックスしてるわけじゃん。だからこそ流れが変わった瞬間とか、そういうレブロンがボールもらえてない時とかっていうタイミングで何か指示を出さないと、本当にただリラックスしてるだけのね、俺よくあのね、風呂に浸かれるかどうかは選手にとって大事っていう話するけどさ、ペイントってやっぱごちゃごちゃするからね、その時にいかに落ち着けるかリラックスできるかっていうのは大事っていうけど、うん、ヘッドコーチがずっと48分間お風呂に浸かった状態は良くないよな、うん、
そこは、まあ、俺のコーチ理想のコーチ像としてはハムに物足りなさを感じる部分かな。あとなんかアシスタントコーチとうまくコミュニケーション取れてないような気もしてくるね。まあ今更なのかもしれんけど、まあ個人的にはそのなんだろう、証拠というとあれだけど、アシスタントとコミュニケーション取れてるかどうかなんて正直わからないじゃん。憶測でしかないから、まあ若干そうなのかもなとか思いつつ、憶測でなんか批判するのもあれだなと思って、まあ目つむってきた部分あるけど、なんだろうな、なんかこうコミュニケーションを取れてないような雰囲気を感じてしまう。だけど気のせいなんかな、どうなんだろう。ただ今日フィルハンディ1個ね、ま、あのミスしてたんよフィルハンディターンオーバー1回あったから、フィルがディフェンスの時もね、めちゃめちゃこうベンチからわー言ってたんだけど、一回プリンスに、あ、オフェンスか、オフェンスの時にプリンスになんか指示出してたんよ。レブロンがヨキッチ相手に1対1するタイミングで、多分プリンスの立ち位置を変えたかったんかな。でプリンスがそれでなんか困惑しちゃって、えみたいな、え、何みたいな。でプリンスが、え、今の何みたいな聞いたら、あー、ごめん俺間違えたみたいな、ごめんごめん、オッケーオッケーオッケー、お前オッケーオッケーって、ごめん、俺ごめんごめんみたいな、あ、今のフィルハンディ間違えてたんだと思って、まあちょっと人間っぽさを感じたよね。まあでもそれぐらいやっぱこうアシスタント陣もヒートアップしてたし、まあ今日の試合は相当勝ちたがってた、その意欲が見えたよね。